ゴールデンウィーク一挙放送ドラマ。10年前の放火殺人事件の真相とは。イジニョク主演のサスペンスラブストーリー、裸の消防士、2日朝6時半放送。2日の午後1時半からはキャンパスから始まる甘酸っぱくてリアルなラブロマンス、恋愛プレイリストシーズン1。さらに3日と4日は恋する若者たちに多くの共感を与えたシーズン1の続き、シーズン2を放送。そして5日からキャンパスで巻き起こる三角関係を描くシーズン3も放送。2日午後3時は警察とヤクザ、立場の違うイケメンが織りなす甘く危険なラブストーリー、ヒストリー3検討ラブトラップ。そして3日には月と太陽のような真逆の魅力を持つ2人の濃厚な青春学園 BL ドラマ、ヒストリー3ナイティエンあの日。3日から8日の朝6時は一緒に暮らしませんかを1話から24話まで一挙放送。本放送を見逃したあなたもこれで追いつく。4日と5日の午後3時はユンユンさん主演、女子高生の謎の死に迫るサスペンススリラー、ミスター機関星。6日から8日の午後3時はチャン・グンソクと少女時代ユナが共演した珠玉のラブストーリー、ラブレイン完全版をもう一度。詳しくは DATV ホームページへ。